ブラザーそしてシスターの皆さん、手短に述べよう。打倒インスティチュートにおける皆の尽力と献身にただただ感謝している。甚大な犠牲を払ってきた。しかし諸君のおかげで狂った奴らの支配から解放され、今日この連邦に立っているのだ。明日という日はまた別の戦いを運んでくる。しかし諸君のおかげで今日勝利がもたらされた。アド・ビクトリアム、ブラザーとシスター。欲しかったものを手にしたようね。インスティチュートは破壊され、ここのみんなに英雄と崇め立て祀られている。どうかしたのか。お願い、ふざけていると言って。そこまで見境がないわけがない。事実はエルダー・マクソンの古代妄想のせいで無実の人々が死んだということよ。彼は説き続けていた。インスティチュートは人造人間を生み出し神を演じていると。彼は自分の顔を鏡で見た方がいい。思うに彼こそが神を演じていた唯一の人物だったのだから。奴らが自分たちの悪行に対し責任を負う必要はなかったと思うのか。やれやれ、なんだかマクソンっぽくなってきた。ずいぶん彼の虜になっているようね。インスティチュートを降伏させるためにリバティプライムを利用しているだけだと信じていたのに。 BOS に裏切りを許したのはこれで2度目。3度目は許さないつもりよ。プロクター・イングラムにはとっくにリバティプライムに関わるのはやめたと伝えている。これからは平和的に自分自身のプロジェクトに取り組むんだ。だから今後はお互いの邪魔をしないようにしましょう。アド・ビクトリア・センチネル。生き延びて POS の次なる勝利を。プロクター・ティーガン、すでにみんなから言われているだろうけど、成し遂げてくれたことに感謝している。インスティチュートは当然の報いを受けた。あまり喜んでいないように見える。この勝利のために多くの命を犠牲にした。だから飛び上がって喜ばなくても許してほしい。具体的に言うと、一人のパイロットがいた。彼の名前はリコ。この船には随分長いこと乗っている。だから世間知らずのウェイストランド人だった彼がランサーに成長する姿を見守ってきた。彼は勤務が終わると毎日ここに戻ってきておしゃべりをした。その全てについて何時間も話し続ける時もあった。ケルズが彼をベルチバードの指揮官に据えた日を覚えている。まっすぐここへ駆けつけ、ウイスキーの瓶を差し出してきたんだ。取っておくように言ったが彼は聞かなかった。友達だからと。ずっと正気を保っていられたのは私のおかげだと思っていたようだ。彼に何かあったのか。想像しうる限り最悪のことが。君がプリドゥエンに戻る直前、ケルズから彼が撃墜されたことを聞いた。若造がロケットランチャーで彼を空から吹き飛ばしたらしい。なぜこの話をしているのかわからない。あまり関係ない話だよな。あらゆる勝利には表と裏、二つの面があるということを示したかったのかもしれない。勝利に歓喜する人たちと勝利のために死んでいった人たちだ。さて、ずいぶん長い間君を泥の中で引きずり回してきたわけだ。さあ、これをあげよう。君が成し遂げた全てのことに対する感謝の印だ。この意思表示が君にとっても同じ意味であることを祈る。失礼しますが、プロクター・ティーガン。ああ、まさにセンチネルじゃないか。特別なギアを取っておいた。見たいときは知らせてくれ。前に言っていた別件の仕事についてもう少し詳しく聞こう。追加のキャップはたまらなく魅力的だろう。よく言うだろう、腹が減っては戦はできぬと。食料倉庫は自動的には補充されないから、周辺のファームへ行ってくれる現場担当が必要だ。農場の収穫物の一部を取り立てる予定だ。回収チームに取りに行かせた時のために箱詰めにして準備しておく必要がある。任務は民間の農民たちからの全面的な協力を確保することだ。必要とあれば何をしてでも。乗った。やはり頼りになる。ここがファームだ。単純でつまらない民間人を説得してくれると確信している。
すごい仕事をやってのけました。パラディアド・ビクトリアム。それでインスティチュートを消すことの他にも切り札があるの？何か考えがあるのか？個人的な意見を言えば、すでに十分すぎることをやったと思うわよ。ここで BOS がやろうとしたこと全てを誰の手も借りずに一人でやり遂げるところだったんだからね。私のように気難しいものだって見事な偉業だと思うわ。ところで一方的に喋りすぎてしまったようね。マクソンからプリドゥエンでの旅を続けることを聞いたわ。長期的に抱える問題を手伝ってもらいたいと思っていたの。プリドゥエンを飛ばし続けることで船の推進システムには甚大な負担がかかっているの。遅れずに修理をすることはできるし、フュージョン反応を維持する燃料も十分にあるけど、リアクター冷却剤が不足しているの。大丈夫、注意深く探すから。好きなだけ探したらいいわ。連邦の周りにはその缶は転がってないからね。ほら、このリストを持って行って。特別な冷却剤の缶を作るのに必要なものが詳しく書かれている。素材を見つけ、船のケミストリーステーションで手早く混ぜたら私に届ける。至って簡単なことでしょ。冷却剤がうまくできたら、その報酬も回収保証規定通り払いましょう。いずれにしても今はこんなところでしょ。頑張って。標本を見ていいけど、どうか手を触れないように。怪我をしても責任は負いかねるわ。プロクター。センチネル、頼んでいたリアクター冷却剤はある？ああ、どうぞ。正しい調合のようね。これぞまさに必要としていたものよ。はい、どうぞ。これで獲得にかかった費用はカバーできるはずよ。センチネル、助けてくれてありがとう。メンテナンスクルー一同、感謝しているわ。インスティチュートの陥落は、危険を冒しても人類に手を加えようとする人たちへの教訓になるかもしれない。お前の意見を聞きたくないと感じるのはなぜだろう。 BOS は連邦を守るためにお前たちの助けを必要としている。作物の一部を BOS に寄付すれば、そのことが忘れられることはない。寄付？聞いたことがないな。しかもレイダーはいつもそんなに礼儀正しくない。何が起きているのか分かっているつもりだ。寄付をしよう。
全ての人員に告ぐ。このアナウンスは皆に対し注意喚起を求めるものである。スクライブ狙いへの実験材料であるモールラットはペットではない、軍の貴重な資源である。成功したがってスクライブ狙いへとそのチーム以外作物は収穫を迎え次第手に入る。この仕事は君が適任だと思っていた。さあ取り決め通りのキャップだ。もし興味があるならリストから消していかないといけないファームがたくさんある。農民たちが普段何をしてもらっているのかを理解したら行列を作って助けを求めるだろう。